わきげうんげしょんげ。はい、こんにちは、スワシマスです。いつも動画見てくれてありがとうございます。今日はですね、ちょっといつもと違う感じでチャンネルの近況報告をします。もうすぐシワスとして活動を始めてから1年経ちますんで、1年ぐらい頑張ってどれぐらいチャンネルが成長したのかなみたいなのを皆さんに報告したいと思いまして、では早速調べてみましょう。一人合唱部スワシマス、1年かけて、チャンネル登録者数じゃじゃん897人です。はい、まあでも自分の中では結構いい線いってるんじゃないかなって思いますね。とりあえず1000人が目標、第一目標というかね、第一関門的な風潮あるじゃないですか。まあその収益化がやっと申請できるようになるんで、まああとは、ね、視聴時間の4000時間というのもあるんですけど、で、2021年の間に収益化を達成できなければ罰ゲームをしますって僕宣言してたんですよ。で、この結果、897名ということで、収益化達成できませんでした。なかなか現実は厳しい。でもね、全然めげることなく、もう少しだからね。人によってね、1年かかる、2年かかる、3年かかるとか、まあ、人によっては、1ヶ月とかでね、余裕で1000人超えるとかっていう人もいますけど、なあ、僕の場合は、1年かけても1000人は厳しかった、難しかった。というわけでですね、罰ゲームを今からします。内容は何かと言いますと、俺の嫌いな食べ物を食べて、願掛けをしようということで、チャンネルの大成功、成長を願って、先ほどね、スーパーで買ってきましたんで、では、早速、僕の嫌いな、苦手な食べ物はですね、はい、じゃん。ちょっと見えるかな。ちょうどいいのがあったんだけど、果物です。こっちも。で、これはちょっと、これ、いちごが入ってなかったんで、いちごが入ってるちょっとデザート的なのも買いました。これ生もの。この食材のままのものっていうのが結構苦手で、まあ野菜とかはまあ生でも食えるものが多いけど、まあできればなんか味付けしてあったり、火が通ってたり、加工してあったりとか、そういうの方が食べやすいかなっていう感じなんですよ。お寿司は一番好きなのネギトロだし、未だに。マグロとネギトロぐらいしか、あとはタコとイカ、あとカツオは食べれるんですけど、その他のものはあんまりね、箸が進まなくてですね。はい、というわけで今日はフルーツを食べたいと思います。食べるのか。自分で決めたんだから、ね。食べなきゃ食べなきゃ。あ、フルーツ。皆さんにとってはこれご褒美だと思うんですけど、僕はね、苦手なんですよ、フルーツ。食べやすいやつから。いただきます。オレンジは比較的俺食べれるかな？生でも。オレンジ。オレンジはいける。いけるっつうか、まあ、うん、やっぱりオレンジも、そのオレンジジュースとかオレンジ味の何々みたいなのの方が好きなんですよね。あんまりこう生では食べれない。では、まずはオレンジから。まあ、オレンジは。あんまりやな。くっついてるから、いや、いろんな味が混ざってる。うん。ちょっとリンゴっぽい味するし、これ。あ、ちょっとパイナップルっぽい味する。頑張る。頑張るもん。子供の頃に一回食べてみて、あんまりいけなかったから、美味しく感じなかったから、それ以来全然食べてないって感じだったんで、もしかしたらね、意外と美味しいかもって、思えるかもしれないっていうのも、そういう期待もあって、ちょっと、今回は、フルーツをね、買ってみました。やっぱ厳しい。俺自己紹介の時言うんですけど、俺無人島に漂流したら、真っ先に餓死するタイプだよなって自分で思ってて、もういちいち調理してらんないし、だからはい、真っ先に死ぬタイプだと思います、俺。じゃあ次はね、パイナップル、行きましょう。パイナップルか、どんどん苦手になっていくな、やばいな。でも、比較的食べれる、なんとか食えるレベルのもの。オレンジ、パイナップル、次なんだろうな、みたいなね。パイナップル多いな。パイナップルばっかじゃん。どうしよう。次、リンゴ行くか。リンゴ行こう。これ、皮がついてるな。リンゴって皮のまま食べれるんですっけ。まあ、でも、丸かじりする人いるしな。ちょっと。じゃあ、リンゴ行きます。あ、万が一のために、こう、お茶をね、用意してあります。じゃあ、リンゴ行きます。ちょっと、でかいな、これ。
しますバーガー、ご注文お伺いします。甘いんだけどね、甘いんだけどこの甘さが苦手。あやばい。あ、収益化達成できますように。今年中は余裕だと思うけど、とりあえず俺10万人ぐらいはまあ目標にしてますね。銀の盾欲しいです。あ、リンゴ。じゃあ次、ブドウ。え、これブドウなんですけど、え、これ種入ってんのかな。多分種入ってなさそうなの。え、これってこのまま食えんのかな。このまま食べてみます。うん、なんか酸っぱいな。これブドウってこんな味なの。ブドウはあともう一個だから頑張る。種は入ってないみたい。ちょ待って、うん、はい、じゃあブドウもう一個いきます。これでブドウは完食。頑張れ俺、頑張れ、チャンネル成功のためだ。うん、あ、そうだ、あとあのチャンネルの総合再生回数、それも発表したいと思います。32万6175回視聴していただきました。ありがとうございます。32万でもうすでに900名ということで、幸先いいんじゃないかなって感じですね。パイナップルマジで多い。パイナップル頑張ろう。あ、うん、うん、半分ぐらい食いました。やっぱ苦手だわ。じゃあ今度このイチゴもね食べてみます。イチゴ、はい、ここにある。じゃあちょっとまあホイップ付きだからね、意外と食べやすいかもしれないけど、イチゴいただきます。うん、あ、うん、酸っぱい。失礼しました。やばいな、意外とイチゴがラスボスかもしんない。ああ、しんどいわ。すげえ。はい、リンゴ。ちょっとこの量でよかったな、ほんと。丸かじりとかしたらもう俺、多分相当時間かかっちゃう。やばい、ちょっと喋れない。ちょっとホイップクリームで口直しよう。よかった。あ、ケーキ買っといてよかった。ケーキ買っといてよかった。甘い。あ、食べやすい。うん、大丈夫だよ、大丈夫だよ。うん、あと少し頑張って。うん、いちご味のポッキーとかそういうのは好きなんですけど、あ、ちょっとやべえかも。意外とこれしんどいな。なんかゆっくり味わって食べようとすると、もうほんと吐きそうになっちゃう。まだ食べてないやつある。キウイです。キウイってそもそも、そうなんですよ。どんな味するか全くわからないっていう。キウイ食べてます。はい。欲しいかな。しんどい。俺本当に果物ダメなんだな。と残すところあとパイナップルとキウイとイチゴです。強敵揃いだ。とりあえずケーキ、うん、なんかしょっぱいの食べたい。
おつまみ見つけた。ちょっとしょっぱいの食べます。違う、甘いもんばっかでちょっと拒絶反応してる。みんなはお菓子ばっかり食べないようにね。いちご食ってからうっってなりまくってるな。いちごクリームと一緒に食べさせてください。ちょっとまともに喋れないもん。あの、つぶつぶ種これダメみたいですね。ごまはまあいけるけど、こんながっしりした男がさ、果物苦手とかね、終わってるだろ、マジで。いやー、さて、残すところはあとパイナップルとキウイだけ。いけるかな。加工された果物とか、その、味って、そのなんか果物の美味しい部分とか甘みだけを抽出したみたいな感じだから、やっぱりこういう酸っぱさとか果物本来の渋みとかそういう素材の味がやっぱ慣れてなくて、きついなぁ。ちょっとめっちゃ時間かかっちゃいそう。もう30分経ってる。食い切んなきゃチャンネル成功しないわ。自分で決めたことはやります。よくむせる。しわす。パイナップル。いやー、想像以上に厳しい。スイカとかも、なんか幼稚園生の頃スイカはある程度食えてたような気もするけど、でも結局小学校上がってから食べなくなっちゃったしな。頑張れ。よいしょ。一気に2つパイナップル。ちょっとスープ飲みたい。スープに逃げる俺。で、お茶。お茶ね。お茶。よし。やば。やば。いや、これは本当修行だ。これは試練です。これを乗り越えないと俺は一人前の YouTuber になれない。あ、やっぱ勇気が湧いてきたぞ。ラストキウイ1個です。はい。一切れ、キウイ一切れで。この罰ゲーム終わりと。普段その食べたいものを食べて普通に美味しく食べれることがいかに幸せかっていうのを今すごく思い知ってます。じゃあ、ラストキウイ。はい、これで罰ゲーム終わりとなります。はい、このキウイちゃんで。キウイちゃんを食べれば僕の罰ゲーム終わり、願掛け終了ということで。はい、なんとかお願いします。俺のチャンネル登録者10万人。お願いします。よし、よし、食った、食いました。食った。ということで、2021年中に、1000人達成できなかった、収益化達成できなかったということで、罰ゲームとして僕の苦手な食べ物、果物、フルーツを食べさせていただきました。はい、これで、今年のね、僕の YouTube 人生大成功を願って、今日もね、てか毎日投稿頑張りますんで、これからもよろしくお願いいたします。では、終了、この辺で終了いたします。では引き続きね、
毎日のあの短いワンフレーズの僕の合唱をお楽しみください。おふざけ下ネタ合唱、汚い合唱をね、お楽しみください。ではバイバーイ、またねー。チンゲマンゲタマゲケツゲヘソゲムナゲスンネゲ鼻ゲ耳ゲ指ゲパイゲワキゲウンゲションゲ。令和果物、最強だ。これで俺も、最強。神の試練に打ち勝った。じゃあこの辺でカメラ止めるか。うん。頑張った。俺もう1時間経っちゃってるよ。やば。バイバイ。